オレだよとこへどうもウザマスクちゃんこんばんはレオジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイ撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。今回の動画からですね、歴戦王の対策装備をね、紹介していこうかなと思います。僕の動画でもね何回か歴戦王の対策装備やら、歴戦王を倒してきた、レオジンなんですけども、まあほとんどの方が歴戦王を倒したことはあると思います。まあもちろんあると思うんですけども、まあ中には装飾品が足りてなかったりとか、あと歴戦王を倒すのに歴戦王の装備使うなよという方もいらっしゃると思います。いやもうなんでやねんっていう、ガンマ装備作ってるやんけみたいなね。いやーそれでやっぱり倒せなかったりとか、もう離れてしまってる方ってやっぱいらっしゃると思うんですよ。まあガンランスという武器はまあ大体今登場しているゼノジーバまでの歴戦王はもう倒せるんですけども、ガンランスで余裕で倒せる、余裕ではないな、ちょっと苦戦するか、苦戦する相手もいますけども、まあやっぱりスキル構成、装備構成、しっかりしてないとやはり戦えないのが現実でございます。ということでね、今回はですね、ガンマシリーズ歴戦王を倒して手に入るチケットを使った特別装備ガンマシリーズを使わないで、レア装飾品をなるべく使わない、そうですね、レア装飾品、今回で動画で言うのであれば鉄壁種、砲術種、強化別種、心眼種、増弾種とかですかね。まあ持ってる方持ってない方はまばらだと思うので、一概にもこれがレアって言われるとちょっと難しいところでありますけど、比較的レア装飾品と言われているこの5つの装飾品をなるべく使わないで装備を組める、そして歴戦王に、対策対応できる装備をね今回考えてきました。今回は歴戦王バルハザクに挑戦するんですけども、歴戦王バルハザクに挑戦するためのまず必須なスキル、必ずつけなきゃいけない、これは必ずつけようというスキルは、ございます。それがですねこちらでございます。正気耐性でございますね。バルハザクの正気を食らうことによって最大 HP が縮小するのかな、最大 HP が少なくなります。ただしさえ攻撃力の高い歴戦王バルハザクの攻撃は耐えられなくなるので、これの状態になるのは非常にまずいということで、今回は正気耐性を必ず積む、まあこちらですね、この対策装備を組んでます。そして、まああったらいいなっていう便利なスキルがですねこちらでございます。精霊の加護ですね。プレイヤーが受けるダメージを一定確率で減少させる、これだいたいパーセンテージでいうと 25%発動します。4分の1ですね、約4分の1でございます。まあちょっと正確な数値はちょっと分かりませんが、 25% の確率でダメージを 50% 軽減してくれるっていうスキルなんですけども、正気ダメージ、削りダメージと言われる、まあ削りダメージありますよね。バルハザクに近づくとバシ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 攻撃体力がゴリゴリ減っていくんですけども、そのダメージを 50%、 4分の1の確率でダメージを 50% 軽減してくれるんですね。まあこのスキルがあっていいのかなくてもよくねっていう方いらっしゃると思うんですけども、あると意外と体力減らないんですね。武器についているこの回復能力付与で、これで回復量が上回る時が、ありますんで、実質ダメージ与え続ければ削りダメージがゼロになる、プラス、どんどん体力が回復していくような状態になりますので、僕はバルハザク、歴戦をバルハザク挑戦するときは精霊の加護をつけていってますので、もし余裕があればね、こちらのスキルをつけてね対策してください。あとスキル構成はこんな感じですね。体力回復量アップ、体力回復量アップは、回復能力付与に、乗算乗るのでね、効果が回復量をキープしつつ、精霊の加護でダメージを抑えて、歴戦王バルハザクの周りにいても体力が削られないようなスキルを、組んで、装備を、作ってみました。こんなスキル構成なんですけども、砲弾装填数アップとか、砲術ガード性能とスキル載せてますけども、こんな装備作ってたら装飾品やっぱ使ってんじゃねえのレオジンっていう風に思う方いらっしゃると思いますけども、実際装飾品見てみるとそんなことなかったりします。装飾品でいうとこういう形になります。レア装飾品一切使っておりません。こんな感じで使ってますけど、今回ね歴戦王の対策装備でほとんどの使うことになるであろうエンプレスハウルメイト、こちらの武器はですね、7テスカトリのガンランスにゼノジーバの素材を乗せたこの武器なんですが、生産武器の中で一番強いんじゃないかなと個人的には思ってるんで、今回はねこの武器をメインで、
考えて装備を作ってます、まあ、体力増強入れて、で対象乗せて、で回避距離アップで距離詰めて対象で対策して、体力回復量アップ、まあ、実際ここは3枠10枠になってしまってるので、まあ、自分のもし足りないスキルとかがあればこちら好きなスキル乗せてもいいですけども、今回はね、体力回復量アップ乗せた方がいいのかなと個人的に思ってるので今回これね3つ乗せてます、まあ、こういった感じで、スキル構成と、装飾品の紹介でございます。あとはもう立ち回りは基本的にはあまりバルハサクに対してはそこまで気にすることはないと思うので、戦うフィールドがちょっと違うぐらいなので、まあ、あとはまあ実際にこの装備で狩りに行ってどういったことを立ち回って気をつけたらいいのかっていうのを、解説気味解説しながらかなやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきましょうか。歴戦王バルハサクでございます。まあそうですね、まあ戦うこと自体は普通のバルハサクと何ら変わりないので特に気をつけることないかなと思います。ただ正気ダメージがすごく痛くなっていることとダメージが上がっている、体力が上がっているっていうところなので、まあ以前よりかは長期戦になりがちで、あとエンプレスハウル名刀なので、まあ、ガイラバスターと比べると火力が少し下がってしまうので、まあ、時間がかかってしまうというのはまあしょうがないことなのかなという感じなので、まあ、でもやることは変わらないと思うので早速やっていきたいなと思います。まあ、技物ついている分切れ味のケアがしやすいというのはいいことだと思います。さあ、じゃあやっていきます。まあ、基本的に立ち回りはもう変わらないですね。まあ、近くにいる、ブレスはちょっとねガード強化今回ないので離れるしかないので、こう離れてる間に弾のリロードとか切れ味とかを、まあ、切れ味じゃねえ砥石使うとかして体勢を立て直す時間に割り当てた方がいいかなと思います。あとはまあねえか、横から攻撃してまたブレスだ、しっかりと距離取って、あれ当たると吹き飛ぶんでね、ちゃんとリロードして弾をね常にマックスの状態で、で隙があれば流行砲を打ち込んでいきたいですね。まあ、方向を食らってもしょうがないですね。方向を食らう分はもうしょうがないですね。これはもうまたブレスかよお前、まあ、離れてるときはねしっかりと回復を挟んで体勢を立て直す。多分よほどのことがない限り多分やられることはないのかなっていう感じはしますね。また下ブレじゃねえな。さあここはちょっと戦闘してるので流撃砲でも打ちますか。回復したし、はい、時間あるんでちょっと研ぎましょうかね。まあオドガロンに襲われて体力ちょっと削られてるのでちょっと楽かな。あ、OK、じゃあ行きましょう。オドガロン王がいるときは、オドガロンと、バルハザクのこのなんていうの挟むような形でいると、まあ、被弾率が下がるかなという感じですね。まあでもオドガロンどこ行っちゃったね。まあ、肉質も柔らかいしなバルハザク。流行砲と流撃砲はね、結構積極的に狙っていきましょう。ガンランスの 大事なね、なんてダメージ源となりますので、隙があれば流撃砲、流行砲をねバッチリと打ち込んでいきたいですね。流行砲はちょっとねリスキーなんでね、かなり隙が大きいので、まあ、流撃砲メインでいけば大丈夫かなと思います。拡散型レベル3だしね、火力、流撃砲の威力高いと思うんで、このステップからね方向間に合わないんですよねガードはね。まあ、ここの方向からの消去はもうしょうがないとして捉えておきましょう。回避距離アップ積んでますんでね今回、距離はね結構あいたー、うるせえ方向が、ちょっと待ってくれ、挟まれちゃったな。これの形は良くないですね。まあ肥やし玉があれば肥やし玉使っていただいても全然構いません。てかむしろ使ってほしいな。これはおー、ひるませる。このオドガロンの攻撃もねバルハザクのダメージっていうか体力入っていくんでね、なるべくオドガロンも利用していきたいですよね。尻尾は後ろ回りたいです。ちょっと危ないなお前。さあちょっと2人の動きをよく見つつね、バルハザクにダメージ与えていけるかな、いけるかな。いやでも逃げたかな、逃げましたね。オドガロン逃げましたね。まあ今こう正気の周りにこうやってずっと居続けてるわけですけども、体力自体はあんまり減ってないわけですよね。やっぱり精霊の加護とかが発動しつつ、今発動してますね、精霊の加護発動してます。さあこう流撃を、こういう時には撃てるようにしておきたい。よし、今でも約360ですかね、360以上のダメージが当たってるので、まあ決して弱い火力ではないですよね。まあ切れ味も青ゲージになりましたけども、方向はステップでかわせるようになったら一人前かな。僕はまだ無理ですね。正気吸ってんな。おー早いわ。
じゃあ流撃を打ちます。ブレスした流撃をいいね、ひるませる方向しっかりガード、まあ当たるんじゃね。ほらやっぱり位置次第では流行法も顔に当てることができるんでね、まあちょっと難しいから狙わなくてもいいけど、なんかもしかしたらいけんじゃねえぐらいの感じの時にやってみると面白いかもしれないですね。大ダウンだ、もったいねえことしたな今。このダッシュ怖いですよね、予備動作があるこのダッシュ威力高いですよね。もう坂じゃねえか、回避距離アップがあるとねちょっと少し便利ですよね。ステップの距離が長くなるので追いつきやすくなりますね。バラサキ意外と動き回るんでこいつ、一旦リロードしてダッシュくる、しっかりとガードね。この攻撃は多分流行法いけますね。あー当たってねえんだけどマジっすか、中身付き今の当たってないのちょっとへこむな。ここ V 破壊したんでね、あのちょっとダメージが通るようになってますね。この尻尾だけは痛い、この攻撃だけはちょっと難しいな。未だに予備動作が見えてない、危ない。これステップ回避ですね。それ威嚇なんてなかなかやるじゃない。噛みつきかな、はい。さあ体力半分ぐらいになりましたね。これ流撃砲打ちましょうか。よし、流撃砲で少し体力も回復しました。回復薬ぐらいは回復したんじゃない。これちょっと当たってないな。でもダメージ痛いよな。そうなんですよね、対策してもなおダメージ痛いんですよね。これだから割と体力回復量もあれだと思うんですけどね。見えないな、カメラアングルがちょっと悪いな、危ないな。はい、ガードをしっかりとね、敵の動きを見てガードしたい。まあ、ちょっと見えてないときは見てないですけどね。危ないな、もうこれ大ダウンですね。これしっかりとガードして、これ流行法チャンスですね。あー流行法打ちたかったな、フルコンボ今の。はい、ちょっと無理やりいきます。ちょっと無理やりはあまりやめた方がいいかもしれないですね。被弾にしますからね。今のはちょっと相手の行動がラッキーだったっていうのはありますね。流撃砲ちょっとこっち行くよね。よし、さあ V 破壊しました。ここは大ダウンなんで、あーっとずれたずれちゃったな今、足でずれちゃったんで弱点に当たんねえなこれ。まあしょうがない。さあバチバチ、あらら、レイギエナさんがレイギエナさんが落ちてきましたね。びっくりした今。ダメじゃん、ダメ、やったやった。ここはいいダメージ入りますね。これはいいダメージ入る。流行砲打ちます。さあ右シフトで、はいはい、ナイスマヒー、ギルオス、お前ら最高だぜ。さあもう一回ちょっと早めに打ちます。そらオッケー、じゃあちゃんとリロード忘れずに。またひるませる、ちょっと切れ味がまずいんですけど、そろそろ研ぎたいななんて思ってますけど、どうですか。そろそろ研ぎたいななんて思って。おお、ナイスガジャブ、おい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 、ちょっとやばいわ、全てを味方してるわ今、全てを味方につけてる、そんな気分がする。よーしやったぜ。ということで、まずは V 破壊でダウン、その後ギルオスの麻痺で麻痺らせて、で最後はガジャブと。いやー本当にお安いご用だ、サンキューガイス、また協力してもらおうかな。ということで、歴戦をバラハザークの対策でした。まあ、対策してもなおダメージすごく食らいますので、これなかったらもっと辛いのかなっていうふうに思います。でもまあやることはあんまり変わりないので、そこまで苦戦するほどでもないかなと思います。まあ、バルハザクのねガンマシリーズは結構優秀な防具がありますので、腰かな、腰をよく使うかな。ああ持ってかれてる、レイゲーナかわいそうに。はい、そんな感じでね、あの対策装備、あの別にガンマ装備がなくても、装飾品がなくても、ガンランスという武器を使えば歴戦をバルハザクぐらいは倒せるということです。まあ装飾品はもちろんある程度いりますけども。ということで、リザート画面までカットします。
はい、ということでお疲れ様でした。まあクリアタイム15分以内に切れたらまあいいでしょまあいいでしょ、15分、まあよかよかよか、ソロだったらいいよいいよ、10分切ったらもっと、10分切ったら結構すごいと思いますけどね。僕は分からん、装備整ったらもしかしたら切れるかも分かりませんけども、あんまりスピードタイムはあんまり興味ないんで、まあ安定に枯れたらそれでいいかなと思ってます。ということでご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。